君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、流行り紙、続きをやっていきましょう。前回ね、こっくりさん一度終わったんですけども、前回調べたところ、あれ価格ルートだったらしいです。そして分岐は見ての通り、この、2つですね。これ、呪いを選ぶとオカルトルート。自殺させられた可能性があると、あるを選ぶと科学ルートということで、前回はこの科学ルートの方を選んだので、今度こちらの呪いの可能性があるを選びたいと思います。ここに至るまでの、選択肢は前回までと、同様にしてあります。この、本当ね、実況する側からしたらね、なんか非常にありがたいのが、これ、ズミって出てくれることで、あ、こっち選んだんだなっていうのがわかるからね、本当に最高。じゃあ、呪いの可能性があるを選んでいきます。で、結構あれですね、流れ的にはもう、剣士とかいろいろ、ひとみさんとか、兄さんも出てきていろいろ見た後の話になりますかね。小暮さん、この事件には僕たちの常識では測れない何かがあります。何かでありますか。言葉を濁したのは警察官としての理性からだった。しかしそんなことで自分を抑え込んでしまっては真相にはたどり着けないだろう。こっくりさんの呪い。僕は恐る恐るその言葉を口にした。呪い。僕だって呪いなんてものを 100% 認めるつもりはありません。しかし、この得体の知れない事態を解決するには、どんな非常識なものでも受け入れていかなければならないと思うんです。目の前の事実を無視していては、この事件は解決できないと思うんです。言ってしまった。もう後には引けない。それから小暮さんは難しい顔をしたまま、黙りこくってしまった。怖がりの小暮さんでなくても、こんな突拍子もないことを言う人間をパートナーとしては認められないだろう。仕方ない。明日からは一人で捜査しよう。何の音？己やすちか。急にどうした？恨めしや人間ども。これがオカルトルートの中心というか、なんかあるんでしょうね。血が足りぬ。血を与えて保れ。生娘の血が良いな。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。絶対これはこの声じゃないな。生徒の声だな。わらを呼びたもうのは誰ぞ。醜き欲望の香りがするぞ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。心地よいな、人間の欲望は。そう見えるんですね。長き惰民もむさぼり飽きたところ、久しく戯れごとになんとかってみようか。さあ、遊ぼうぞ。お、なんか0話の科学とオカルトはそんなに大きく変わる感じは、まあもちろん変わったんですけど、今回すごい全然違う方面ですね、本当に。月曜日、午後2時9分、警視庁。まだ、一夜明けて。まだなんたら検査室は行く前だったかな。ちょっと飛ばしながら来ちゃったんでね。あれなんですが。昨日から続いた書類地獄から解放されたのは午後2時を回ってからだった。小暮さん。小暮さんどうしてるかな。彼は僕の初めてのパートナーだった。短い間だったけど、長年の相棒のような、そんな気がしていた。こうして孤独になってみると、改めて小暮さんを頼りにしていた自分を認識することができる。心にぽっかりと穴が開いた気分だ。心に虚しく風が吹き抜けていく。おい、もうする電話だぞ。誰だ、僕のセンチメンタルを邪魔するやつは。しぶしぶ受け取った受話器から懐かしくすらある声が聞こえた。おっ、先輩、今日はどこを捜査する予定でありますか。小暮さん。おっ、小暮総一郎であります。小暮さん、どうして。てっきり見放されたと思っていたのに。自分は呪いを信じるつもりはありません。ですが、自分は先輩を信じます。うわ、これはもう、泣いちゃう。感動のあまり言葉に詰まった。たった数日の付き合いでそこまで信頼してくれるなんて。ありがとうございます、小暮さん。そして、僕たちは30分後に花峰高校の校門前で待ち合わせることにした。月曜日、午後2時39分、私立花峰高校。予定より少し早めに着いた僕を小暮さんは笑顔で迎えてくれた。その広い額にはうっすらと汗が浮かんでいた。僕が無言で手を差し出すと、小暮さんは一瞬戸惑いを見せたが、しっかりと大きな手で包み込んでくれた。いや、いいですね、これ。固い握手。再び小暮さんとパートナーを組める喜びを実感することができた。行きましょう、小暮さん。オス、先輩。職員に案内されて入った校長室は、驚くほど立派な部屋だった。いかにも高級そうな応接セットに、どっしり構えた大きな机。ガラスケースに収められたトロフィーと表彰状がなければ、どこかの大企業の社長室を思わせるような内装だ。あ、じゃあまだ校長室に来る前ですね。この部屋は私立花峰高校の経営状態が極めて優良であることを物語っている。民間の施設を捜査するときは警察もデリケートになる。ましてや学校ともなれば無関係の子供を巻き込みかねない。当然慎重な捜査が要求される。しかも今回は任意での捜査協力依頼なので、責任者たる校長の許可と立ち会いが必要だった。しかもね、理由がオカルトですからね。校長は僕たちを見るなり、露骨に顔をしかめた。これ最初前回見た時すんごい嫌な人って思ったけど、意外と後からなんかマシになっていきましたよね。それは誰だって警察に訪問されて喜びやしない。僕たちも初めから歓迎されるなんて思っていない。だけどここで昼も明けにはいかなかった。何かご用ですかな。髪から髭まで、総白髪の老紳士は不快そうな顔を隠そうともせず聞いた。長峰慎太郎。それが校長の名前だ。調書では64歳とあった。事件のことは全てお話ししたはずですが、校長の言葉を蔑むように、ふんと鼻息を鳴らす人がいた。小暮さんだ。彼は校長の余裕ある態度が気に食わないらしい。ちょっと前回と被ってくるんですけど読んじゃいますね。彼の反応は至極わかりやすい。いやー、生徒が2人も死んだというのに平和な学校ですな。とんでもなくストレートな嫌味だ。こんなに小暮さんがね、嫌味を言うなんてことあるんだなって思ったんですよね、前回。小暮さんは人間が相手だと強気な発言ができるらしい。校長は口元をひくひく痙攣させながら怒りを抑えている。彼女たちの死は私も大変残念に思っています。ですが、校長が定型文を読み上げるように淡々と話す。芝居がかった心痛の面持ち。並べられていく責任逃れの言葉。これでは死んだ生徒たちも浮かばれない。小暮さんがガラステーブルを叩いて、なおも続けようとする校長の口を拒んだ。阻んだかな。そして一括。ガラステーブル小暮さんが叩いたら割れちゃうでしょ。生徒が2人も死んでいるのですよ。生徒は我が子も同然でしょうが。それとも、あなたにとって生徒は単なる金づるですか。すごい小暮さん。僕は思わず拍手しそうになった。その言葉に思うところがあったのか。校長はしばし考えた後、捜査と協力の立ち会いを認めてくれたと。でもなんやかんやここで OK 出すあたりでやっぱいい人はいい人なんですかね、もともとは。普通だったらっていうか嫌な校長の校長像を思い浮かべると、なんか、なんだ君は失礼な、出てけみたいな感じの流れになりそうなもんですけど、ちゃんとね、考えてくれてる人なんですよね。さて、肝心なのはここからだ。僕は校長に、1、呪いについて聞く。ウィジャ版を見せる。前回ウィジャ版を見せたんですけど、呪いについて聞こうと思います。この学校についてお聞きしたいのですが、しばしのためらい。呪いなんてものに心当たりはないでしょうか。この言葉を口にするのはどうにも抵抗がある。相手にしちゃっていきなり呪いなんて言われても、僕の頭の中身を疑うだけだ。刑事さん、その話を誰から。しかし、意外なことに校長の口から出たのは呪いを肯定するかのような言葉だった。まさか、心当たりがあるのですか。驚きとともに、小暮さんの顔が急速に青く変化していく。ついてきてください。ご案内したい場所があります。校長に案内されて到着したのは、鬱蒼と木の茂る校舎裏だった。ウィジャバンを燃やそうとしていた少女を目撃したのもこの場所だ。呪いという言葉が超量ばっこする今、どんな場所にも闇の香りを嗅ぎ取ってしまう。ここが、こんなところに何があるというのだ。いえ、そこに細い林道が見えるでしょう。先日は気づかなかったが、なるほど、林道が見える。これも学校の施設なのだろうか。小暮さんの顔を見ると、真っ青になって小刻みに震えている。無理もない。校長が案内しようとしているのはおそらく、いや、間違いなく呪いの根源だ。僕自身、背中に嫌な汗が滲んでいるのを感じていた。校長の後に続いて雑木林を抜けると、人工的に切り開かれたらしき空間に出た。あれを見てください。校長の指先をたどると、石のようなものが見えた。生徒たちは、狐塚と呼んでいます。狐塚。まあ、ちょっとずっと一緒だから、飛ばしにしましょうかね。はい。まあ、この狐塚を見つけましたよと。怪しい魅力があると。で、誰だねと、校長が言い出して、彼が出てくるんですよね、きっと。はい、出ました。野沢翔太くんです。タバコじゃないぜ。はい、疑ってはませんよと。これで変わったよね。確かに、でもここまで呪いを毎回聞いてるから割と、ちゃんと分岐してるはずなんですよ。ここはだから被ってるってことなんでしょうね。この人たち誰なんですかと。狐塚について、この人たちは警察の方だよ。ドラマとは随分違うね。犯人を捕まえてくれと。って走り去って、これがやっぱ違和感あるんだよな。刑事さん、犯人を捕まえてくれよ、タッ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 ってやっぱ違和感あるんだよな、どうしても。僕だけですかね。野沢さんは毎日ここに、お参りに来てると。まあ、前回をこうね、経て言うと、やっぱりこのさきたミサ、ね、のことがあるから通い続けていると。まあ、それがすごく重いっていうかなんだろうね。大きな気持ち。ですねっていう話がありましたね。で、さきたみさが死んだのは2年前ですと。で、そんなかんなしてるうちに呪いがあると。こっくりさんの呪い。呪い？こっくりさんが過剰反応する。本当に敏感な人だ。見ていて飽きない。こっくりさんの反応に気を良くしたのか、校長の語り口調にも熱がこもると。ここら辺もありましたね。一応だからあれですね、科学ルートに行っておきながら、ちゃんと前回もこのオカルト雰囲気はあったってことですよね。前回も呪いって言ってましたもんね。お祓いをして、大丈夫でしたと。で、こっくりさん禁止にしたと。はい。2年前もこっくりさんで死んだんじゃないか、と。はい。あ、ここで全然墨が出ないってことは、この呪いルートじゃない、オカルトルート特有の形ですね。呪いの正体を知るために口を開いた。今も生徒がこっくりさんを続けている。2年前の事故が事故でない可能性。で、これ下の方ちょっと気になりますね。前回、でもこれっぽいのを選んだ気がするね。今も生徒はこっくりさんを続けている。だから、こっくりさん禁止なのにやってますけど、みたいなことを言った気がするんだよな。ちょっとこのポイントを使っていきたいと思います。もし2年前の事故が事故じゃなかったら。こっくりさんと校長が同時に僕に注目する。あくまで仮定の話ですが、2年前の事故に誰かしらの作為が含まれていたのなら、それが呪いの原因と考えるのが一番自然だ。ちょっと待ってください、刑事さん。あなたは今回の事件が自殺じゃないとおっしゃるのですか？校長が泡を食ったような顔で問いただす。いえ、我々はあくまで自殺事件として捜査していますが、あらゆる可能性を考慮した上で事件を判断する義務があるのです。この言葉は当然校長を安心させるための建前だ。本心を明かせば校長はそっとするに決まっている。校長先生、2年前に亡くなった咲田美沙さんと親しかった生徒はいますか？ああ、それならさっきの野沢君でしょうな。彼は咲田さんとは幼馴染でしたから。そうでもなければ誰も近づこうとしないこの塚に毎日お祈りに来たりはしませんよ。幼馴染か。まあそれはでもあれですね、これ面白いのが、科学ルートをやってるとある程度生徒たちの関係性が分かってるし、今回で言えばね、思いの強さみたいなものも分かってるから、それを踏まえてできるっていうのがちょっとまた面白いポイントですね。はい。狐塚を後にした僕たちは校長の許可を得て、校内を捜査させてもらうことにした。小暮さん、神山由佳を探しましょう。昨日、鴨根大学附属病院で会った時、彼女は確かに言った。香織は本当に自殺したんですか？彼女は伊藤香織の死に疑問を持っていた。あの時は不意の事故で聞くことができなかったが、もし投稿しているならぜひとも続きを聞きたい。神山由佳。彼女は呪いの正体を知っているのかもしれない。まだ4時過ぎだというのに、窓の外の光が徐々に弱まってきている。雲行きが怪しくなってきた。すでに授業は終わっており、多くの生徒たちは帰宅している。放課後の静けさも相まって不気味さ満点だ。もはや怖がりが定着してしまった小暮さんは、そわそわと落ち着きがない。一刻も早く家に帰りたそうだ。先輩、何か聞こえませんか？耳を澄ませてみると、なるほど、校舎のどこかから女の声が聞こえる。まあ、これであれですよね。こっくりさんをやってる生徒たちの声っていうことでしたね。どうしてなの？答えてよ、野沢くん。声をたどってきてみれば、そこには探し求めていた人物の姿があった。ねえ、どうして黙ってるの？声を張り上げているのは神山由佳だ。病院で出会った時の彼女とは別人のようだった。眉間にシワを寄せ、顔を歪め、握りしめた拳を震わしている。その姿は何かを恐れているようにも見えた。そして神山が見つめる先には、先ほど狐塚にいた野沢翔太。まだミサのことが焦られない。あ、そうでしたね。はい。そうなんですよね。好きなんですよね。はい。神山由佳は野沢商店恋愛感情を抱いているようと。そして、彼女は伊藤香織である堀川真理ですね。伊藤香織の死を知りながら無感情に言い放った。それが何か。堀川真理、神山由佳、野沢翔太。彼女たちの関係は定かではないが、とにかくバラバラだった点が線となってつながった。やめなさい。こんなことしても彼の心は変わらないわよ。堀川が冷徹な声で諌める。ヒステリックに怒りをあらわにする神山に対し、堀川は悠然と冷たい視線を放っていると。意外な力関係を見た気がした。さあ、もう帰りなさい、神山さん。言うことを聞けばうまくいくって言ったくせに。だから黙って今まで通り私の言う通りにしてなさいと。だからあれなんですよね。前回犯人を神山由佳にしてバッテンになっちゃったんですけど、だから堀川真理であり咲田美沙であるっていう考え方になるのが正しいのかもしれないですね。まあ結果的にそうね。うん。神山由佳はね、なんかなんていうの、自覚はなかったけど、結局でもそれも堀川真理とかが、誘導してたに近いのかな。で、本人に自覚はなかったと。うわーと。今回でもここからどう変わっていくのか。神山どうしたんだ。落雷のショックだろうか。突然神山由佳が床に倒れ、体を痙攣させ始めた。あれ？白目を向き、口からは泡を吹いている。素人の僕にもただならぬ状態だということが分かった。君たち、病院へ連絡して、それと保健の先生も呼んできてくれ。僕は事態を飲み込めぬまま、立っている堀川と野沢に指示を飛ばした。早く、ようやく自分たちに向けられた言葉だと理解した彼らは、慌てて目的地へと走り出した。先輩、神山が何か言いたそうであります。泡とよだれにまみれた神山の口がパクパクと機械的に開閉している。安心して、すぐに救急車が来るから。僕は精一杯冷静に彼女を励ました。うわ。しかし神山はしきりに何かをつぶやいている。一体何を言ってるのだろう。気になって彼女の口元に耳を近づけてみた。この展開は初めてですもんね。キヒー。切り裂くような高音が鼓膜を震わせる。うわっ。何？野獣のように凶暴な歯が突然襲いかかってきた。危うく右の耳を失うところだった。危険を察して小暮さんが服を引っ張ってくれなかったら、今頃僕の耳は小暮さんナイス。先輩、あれを。変わんないと思ったら急に変わるじゃん。こう。狂気を宿らせ、燦々と輝く瞳。獲物に食らいつかんという開かれた口からはよだれを滴らせている。それはまるで獣だった。神山由佳。先輩、何でありますか、これは。僕に聞かれたって分かりませんよ。説明なんてできるはずがない。人間が獣に変貌するなんて。こっくりさんの呪い。それが直感的に弾き出された答えだった。呪いを安易に信じるつもりはなかったが、この事態を他にどう説明しろというのだ。獣と化した神山は今にも襲いかかってきそうだ。のんびりと事態を解釈している暇などない。刑事さん、背後から複数の足音が聞こえる。野沢と堀川のものに違いない。来ちゃダメだ。僕は神山から目をそらさずに彼らを制止した。しかし止めることはできなかった。神山?戸惑いと恐怖。巻き込みたくはなかったが、彼らも闇の領域に踏み込んでしまった。見ない。どうしたことか、急に神山の動きに変化が見られた。それは明らかに動揺だった。神山の瞳が少しずつ正気の色を取り戻していく。流れる一筋の涙が狂気を洗い流しているようだった。見ないで、野沢くん。いや、好きな人にそんなもう、獣になってるとこ見られたらそりゃね、ひれ伏すように倒れた神山に、恐る恐る近づいてみる。気絶したふりをしているだけで、いきなり襲ってきたりしないだろうか。足音を立てないように、慎重に近づいてみる。てん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 。てん。てん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 。てん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 。長ない。先輩。なんですか、小暮さん。いや、気をつけてください。押す。勘弁してくれ。今ので確実に3年は寿命が縮まった。改めて神山に近づいてみるが、動く気配はなかった。胸が浅く動いているところを見ると、呼吸はしているようだ。遠くから救急車のサイレンの音がする。けたたましいサイレンも、今日ばかりは現実から置き去りにされた僕たちを救う福音に聞こえた。神山の異変により、僕と小暮さんは改めてこの事件の異常性を認識した。あれが呪いの力なのだろうか。完全に呪いですね。だってなんか、だそのウヌとか言ってた狐の妖怪みたいなのが乗り移ったんじゃないですか、雷によって。あの後、到着した救急車に乗せられ、神山由佳は病院へ運ばれた。万全を期すために信頼のおける人間がいる、鴨根大学附属病院に運んでもらうことにした。確かにそれの方が安心だ。神山はすぐに精密検査を受けたが、結果は異常なし。ひとみさんの言葉だから間違いないだろう。結局僕たちが目にしたもの以外、呪いを証明する証拠はなかった。あの戦慄の経験ですら、思い込みが招いた幻ではないのかという気になってくる。このままでは現実と非現実の狭間をさまよい続けるだけだ。いずれ捜査は行き詰まり、迷宮入りとなってしまう。どうすればいいんだ。僕は己の無力を呪った。毎回思うんですけど、流行り紙の、はてな曜日、はてなはてな自宅アパート。流行り紙の、呪われた人の顔めちゃめちゃ怖いですよね。亡くなった人の顔とか。暗雲の中に思考を迷わせるうちに、僕のまぶたは重く閉ざされていたようだ。携帯電話の着信音が聞こえる。おかしいな。横になる前に電源を切っておいたはずなのに。もしもし。僕はまだ目覚めきってない頭で電話に出た。もうする警部補だね。男の声だった。記憶を探ってみるが、聞いたことのない声だ。君が目の前にしているのは、とてもデリケートな事件だ。捜査一課の連中の手に負える代物ではない。そこで我々は、君と小暮刑事に注目した。君たちはこの事件の核心に最も近い位置にいる。しかし残念なことに、常識という足かせにとらわれ、今一歩踏み出せないことができている。踏み出すことができないでいる。君はまだ呪いの存在を信じられないのかね。僕はまだ夢を見ているのだろうか。この男はなぜ事件のことを知っているんだ。この事件は君たちだけでは手に負えない。そこで助っ人を用意することにした。誰なんですか、あなたは。寝ぼけた頭で、かろうじて質問した。私かね。君たちに注目している、ある組織の人間とだけ言っておこう。自分を偽るのは良くない。自分の目で見たものを信じるんだ。それが真実に近づく一番の近道なのだよ。あれ、もしもし。なんか違うとこしちゃった。切れてしまった。一体何だったのだろう。考えようと努力はしてみたものの、寝ちゃった。いつの間にか睡魔が僕を元の世界へと連れ去っていった。そんなやばい電話来たらなんかバッて起きそうですけどね。火曜日、午前7時55分自宅アパート。朝日がまぶたを刺激する。目覚まし時計よりも15分ほど先回りして起きてしまった。なんだかあまり寝た気がしない。僕は枕元にある携帯をチェックしてみた。着信履歴を見るとちょうど深夜3時。ちょうど一番眠い時間ですね。発信者は通知不可能になっていた。やはり深夜にかかってきた電話は夢ではなかった。通知不可能は確か海外からの着信だ。まさか海外からあんな手の込んだ電話をかけてくる奴はいないと思うが。判然としない気持ちのまま僕は捜査5日目を迎えた。で、多分あれですよね。あれ、ひとみさんたちが来るタイミングかな?午前中に書類作成を終えた僕は、もう一度校内を捜査するため、小暮さんと待ち合わせをした。火曜日、午後2時55分、私立花峰高校。花峰高校に到着した僕を待ち受けていたのは、複雑な面持ちの小暮さんだった。昨日のショッキングな出来事を引きずっているのだろうか。よう、プライム。あれ、兄さん。小暮さんが不機嫌な原因が判明した。彼、切り裂き水明だ。僕の手前我慢してくれているが、どうも小暮さんは兄さんのようなタイプが苦手らしい。それとは逆に、兄さんは小暮さんのことが痛くお気に召している様子だ。いじりがいのあるおもちゃとして。先輩、これはどういうことでありますか?いや、僕も何が何だか。おいおい、なんだお前まで。本当に何も聞いてないのか。うん。昨日警察関係者らしき人物から電話があってな。らしきって。お前の捜査協力を依頼されて来てみたんだが、何かの手違いか？兄さんが残念そうにため息をつく。面白そうな事件に首を突っ込めると期待していたらしい。兄の登場には驚いたが、冷静に考えてみればこれはチャンスと言っていいんじゃないか。民族学者、桐崎水明。特に呪術だの幽霊だのといったオカルト関係には、洋の東西を問わず幅広い知識を持っている。僕はつまらなそうに立ち去ろうとする兄さんを引き止めた。待って兄さん、改めて捜査協力をお願いできないかな。実は本当に行き詰まってるんだ。先輩、よろしいのでありますか？ええ。今回の事件に僕たちの常識は通用しません。専門家の意見が必要です。あれ？ひとみさんは？ひとみさんいなかったね。前回ひとみさんもいたもんね。あれいたよね。いや、お待ちしてましたよ、刑事さん。この次かな？私立花峰高校の校長、長峰慎太郎は、昨日とは打って変わった態度で僕たちを受け入れてくれた。昨日は大変でしたね。先ほど神山さんのご両親から連絡がありまして、無事に退院されたそうです。校長は神山が倒れたということしか知らない。彼女のあの変貌ぶりを知っていたら、学校側はどういう対応を取るのだろう。で、捜査協力の先生というのは、そちらの方ですか？え？なぜ校長は捜査協力の人間が来るのを知っているんだ。僕たちでさえ、さっき知ったばかりなのに。意外ですね。もっとお年を召した方がいらっしゃると思っていましたが、僕の驚きも知らずに、校長はのんきな感想を述べる。ご存知だったんですか、捜査協力の件。ええ、もちろん。専門知識を持った民間の協力者が刑事さんに同行するがよろしく頼むとのことでした。よろしく頼むって誰が言ったんです？昨日あなた方が帰られた後に別の刑事さんがいらしたんです。ちょっと軽薄そうな若い刑事さんでしたよ。警察手帳と令状を見せていただきましたので間違いありませんし。ありませんか。一体誰だ？でも若い刑事ってのもちょっと気になりますよね。僕たちに協力しようなんて奇特な刑事は捜査一課にはいない。小暮さんの方も同じらしく、僕と目が合ってもかぶりを振るだけだった。知らないところで誰かが動いている。親切心からなのか、それとも。その刑事の名前はわかりますか？それが、よく思い出せないんです。確かに聞いたはずなんですが、そんなことある？申し訳ありません。ただ一つ気になったことがあるんです。何です？そのお刑事さんが持っていた令状なんですが、日付が4日前のものだったんです。ああ、これね。伊藤香織の遺体が発見された日にすでに申請していたっていうことですよね。一体どういうことだ？規制につままれたようだと。予知能力者か。兄さんが本気か冗談かわからない口調でつぶやく。大きな疑問が残るが、立ち止まるわけにはいかない。僕たちは校長の立ち会いのもと、校内を捜査することにした。さて、どこから調べようか。前回どうしたっけ？確か、ひとみさんと図書室調べなかったっけ？ちょっと見直してきますね。はい。今見てきたんですけど、やっぱ前回ひとみさんいましたね。前回ひとみさんいて、で、プライムと、ひとみさんが図書室。前回はですね。で、兄さんと小暮さんが狐塚を調べたんですよ。なんで、狐塚調べてみましょうか。はい。というわけで、ちょっと今回ね、再放送的な内容がどうしても多くなってしまったんですけど、まあちょっと復習兼、流れもちょっと違うところがあったんで、そう繋がってくるんか、みたいな。なんか2週目は2週目で面白いですね。ここでこうなるんか、みたいなところが分かったりとか。ね、一応科学ルートの最後見た感じの流れを見てからの、あ、こういうことだったのね、みたいな。やっぱ最初の方分かんない部分が多くて、どれかというと後の方にこう、ね、証拠が集まってこう全部繋がっていく感じだから、それをある程度見た上で2周目来るとまた違いますね。はい。というわけで次はね、狐塚を調べようと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。